明名海戦、明名王海戦は、明量と海戦ともいい、豊臣秀吉の慶長の役により、慶長2年、1597年9月16日、和歴、伊カ道に陸に降往して精神した日本水軍と朝鮮水軍との間起こった、慶長の役における海戦の一つ。韓国では、明量大将と呼ばれ、韓国国内では、立春神率いる少数の朝鮮水軍が、 日本軍に勝利を収めた戦いとして名高い。朝鮮水軍は、日本水軍の先法と戦った後は、拠点としていた右、水泳を失い、それ以上は、無理な戦闘を避け、峠島、乙島、七三島、法政裏、ハリネズミ島を経て戦場から、遥か北方の古軍三島付近へ退した。文禄の役後、日本と民の間で続けられた。 和平交渉は決裂し再生が決定された。慶長2年1597年2月に発せられた軍令によると、全羅道を徹底的に撃滅し、さらに中聖堂にも進撃すべきこと、これを達成した後は守備担当の武将を定め、帰国予定の武将を中心として築城することが命じられていた。日本軍の主力は5月から6月頃に都会し、 7月15日に、うるし海戦で、朝鮮水軍を大破すると、陸上でも左軍と遊軍の二手に編成され、全羅道に向かって進撃し、左軍は、南原城、南原城の戦いを8月15日に、遊軍は、鉱石山城を8月16日に陥落させた、鉱石山城の戦い。続いて両軍が平身して8月19日、全羅道の、 主婦前衆を占領すると、左右の諸将は一堂に会して会議を行い今後の作戦方針を定めた。その内容は、三手に分けた全軍をもって、中西道に進行した後、加藤清正、黒田長政、毛利秀元、三万五千人は直ちに継承道に入って、加藤、黒田の居城の築城を開始すること。その他の陸軍、 78,700人は全羅道に戻って未相当の地を北から南へと相当してゆくこと。これにこうして水軍7千余は全羅道沿岸を進撃する方針が決定した。日本軍による全羅道相当作戦は順調に推移し、9月中旬には最終段階に入って残るは全羅道南部のみとなっていた。当地に存在する民、 朝鮮側の戦力は、右水泳による朝鮮水軍わずか十二3隻に、過ぎなかった。朝鮮では漆川領海戦で水軍が壊滅的打撃を受けた後、再び、李春心を賛同水軍統制士に任命していたが、戦力的劣勢は明らかであった。この状況で、日本軍は、陸軍が全羅道南部で南進を続け、水軍は宴会を精進し、水陸から、 明領海峡方面に迫っていた。慶長2年8月下旬、左軍に属した、選手州の東道高虎、加藤義明、脇坂安次、来島道房、関東部町と目付の毛利高勢は、全州占領後に、艦船へ戻り、全田道を北から南へと相当を続ける陸軍に交応して、全田道の南海岸沿いを精神し、先方は9月7日に、 オランウラ沖に達する。壁発、人島の東北端の渡し口に布陣していた、立春神率いる朝鮮軍はこれに対するため、出撃したが、日本水軍戦方が戦わずに立ち去ったため、追撃することができないままに、壁発に帰った。そもそも朝鮮水軍では、大船が十二三隻があるだけであり、戦力的に劣勢だったため、後続の日本水軍の集結を知ると、 ひとまず明瞭を渡しに尻ぞき、十五日さらに右、水泳沖に移った。明瞭大たりは、神島と花源半島との間にある海峡であり、潮流が早く大きな渦を巻いている、高校の難所である。東道高虎らは、敵の大船、本体が近くにいることを知って、その捕獲を図り、九月十六日、水路の危険を考えて、全軍の内積船、中型船数十隻 朝鮮側記録では134隻だけを選抜し、明令渡しへ向かった。これに対し朝鮮水軍は大船、板や船12、3隻、その他後方に兵力を誇張するために動員された、避難民の船100隻があったとされている。で迎え撃つ。当初他の船は知りいてしまい、一時は、李春心の船1隻だけが戦う状況となったりも、したが、両船を同括して呼び戻し、 戦闘は継続された。日本水軍では、来島道夫妻以下数十人が戦死、東道高虎が負傷し、数隻が沈没するなどの損害を受けた。毛利光生と東道の船が敵船に攻めかると、朝鮮兵7から8名が海に落ちて推進したものの、毛高生も反撃を受けて、海に落ちた。ここに、東道水軍の東道孫八郎と、東道影湯が来園して、 朝鮮戦を撃退し、毛利厚生は海中から救助された。この海戦における朝鮮水軍の損害は警備であったとされるが、結局のところ集荷的せず、夕方になると急速に退却を開始し、その日のうちに、東家島、新安軍艦対面まで後退している。日本水軍は水路に不安ないなため、帆を上げて、戦場を離脱する朝鮮水軍を追撃することは、 行わなかったが、翌十七日には、東道高虎、脇坂や筋らが、前日の戦場を見回り、敵戦の皆無を確認する。実はこの時点で、同日中に、朝鮮水軍は、遥か遠く落としま、新安軍地島遊まで退却していた。これにより、朝鮮水軍の撤退した、明瞭海峡は、日本水軍の制圧下に置かれた。 日本軍では8月26日の全州会議で定められた方針に従い、一度中西道まで進出した陸軍のうち、左軍は全羅道に戻り北から南へと総統を続けた。全羅道北部の総統を完了後、この海戦と同時期に開かれた9月16日の EU 会議では、残る全羅道南部の総統方針が定められ、各大名は認知に向けて進撃した。 全羅道西南部も9月中旬以降日本陸軍部隊が進出するところとなり、朝鮮水軍はそれらの日本陸軍部隊の西岸部進出に圧倒される形で、その後約1ヶ月間北上して逃避せざるを得なくな、朝鮮水軍はまともな反撃を行うこともできないままに交代を重ね、9月19日に73回、霊庫軍を置き、9月21日には遥かに、 全羅道北端の古軍山島、軍山沖まで後退している。他方、こうした朝鮮水軍の退却を受けた、日本の水軍は、明瞭海戦の翌日には、朝鮮水軍の根拠地であった右、水泳を攻撃し、また、対岸の鎮島を攻略した。さらに明瞭海峡を突破して、全羅道西南岸、現在の全羅南道西岸域に進出し、 ここを陸軍に抗応する形で制圧していき、京広市や定期独などの多くの捕虜を得た。これにより、日本軍の左軍及び水軍は、作戦目標であった全羅道全域の総統作戦を完全に達成した。同時期に北上を続けた遊軍もキ山の戦いで、民軍を撃退して、中西道を越え軽軌道まで進出。こちらも、作戦目標を達成した。 このため10月に入ると、次の作戦目標である、城郭軍、和城の構築のため、陸軍、水軍ともに進出地から、順天、南海、四川、片城、唐島瀬戸口、県の領、小原、馬山、梁山、ウル山の新規築城予定地または、既成の城郭に移動し築城作業を開始する。日本軍が去った後の明両海峡では、ようやく10月8日になって、 朝鮮水軍が帰還するが、朝鮮水軍の根拠地である右水泳は、日本軍によって破壊された後であった。李春心は、根拠地を古今島、太い島軍古今面に移して、朝鮮水軍の再建を図ったが、次に、積極的な作戦行動を実施するのは1年以上後の順天城の戦い以降となる。 朝鮮水軍の内立春進の艦隊は、日本水軍の先鋒を叩くことに成功したが、日本水軍本隊の圧力を支えきれず、当人たち、または十三隻前後の主力艦の温存策を取って、全羅道北端まで撤退したた、当該地域の正解権を失い、朝鮮水軍は非主力艦や根拠地を失った。朝鮮水軍の最新室は、 日本の陸軍と水軍の撤退を待たざるを得なかったため、明瞭大海戦は戦略的にはこの時点での朝鮮側の敗北となる。現代の韓国ではこの戦いを明瞭大将と呼ぶなど、日本に対象した海戦と認識、宣伝しており、日本水軍の参加兵力が軍船133隻、運送船200隻、損失が沈没31隻、 大波92隻、8000から9000人が、戦死とするなどの、史実、資料を評価しないまま、つまり全く学術的な方面を無視して、死傷者を250倍に誇張した戦果と思われる、創作な主張が行われている。どちらの立場にも立たずに資料を学術的に考察した場合、実際には、例えば戦手州として、左軍に加わった日本水軍の兵力は、 東道高虎2800、加藤義明2400、脇24坂安次1200、来島道房600、関平衛門立町200の7200名であり、これに若干の竹の水軍を加えたとしても8000人に満たないと思われ、さらに明瞭海戦においては、大型船、畑船を用いず、中型船である赤船を選抜して運用していた旨が、 高山金座ネルに記されていることからすれば、上記のような現代の韓国が宣言する際に挙げる、数字に無理があることは、明白になる。また、李春臣自らが表した、乱中日記には、続戦30席同派とあるだけであり、激鎮確認の記述もなく、また感染に対し大損害を与えた旨の記述もなく、対戦した敵戦の大きさも、当然ながら敵軍である。 日本側の戦死者数も記録されてはいない。同時に、自分側に仮に警備であったとしても、真っ当に戦闘を行っているなら何かしらの物的、人的な損害が出ているはずであるが、意図的にか、全く記録されていない。李春新将軍の自身による記述を信用した上で、その他の資料を合わせた場合、朝鮮水軍は十二から十四隻で、日本側水軍の先方の中型千三十隻を、 攻撃した後戦場離脱、当該海,海域の正海権を放棄し、その日のうちに日本水軍による追撃の恐れのない遠方まで撤退となる。下記が互いの主張である。なお、韓国ではこの海戦は歴史教科書にも載っており、国民に広く知られているが、内容としては、精神しようとした日本軍に大打撃を与えて、それを阻止したという記述で強調されてり、 戦闘の内容及び戦後に李春信が北方に退却したために日本側の水軍は西岸に進出して戦略目的を達成している。つまり李春信は西海権の放棄と艦隊の離脱闘争をしていて日本水軍を阻止できていないという史実は無視され一般的には韓国人には矛盾があることが認識されていない。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。